まあ、ですから、シューザーとしてはやっぱり気合が入るでしょうね。まあ、得点したいでしょうね。あと、これ、流れ取った、えいやー、そのまま入ってしまいました、ゴールです。いや、これね、村山が来ましたよ、これは。村山が決めましたね。村山がそのまま決めました。ゴールキック、これだから風の影響なんですよね。風に流れた格好です。もう一回。ここで風に乗ったんですね。で、組み出してきたんですが、キム・ボムの頭を越えて、これね、キーパー、時田選手が、ね、流れていってしまいました。ワンバウンドね、完全に読み間違えました。あー、なるほど。びっくりした表情ですもんね、村山選手も。いやー、入れた本人もびっくりというところですが、こんなことがあるんですね、あるんですね。僕 VTR でもね、前回の VTR